はい、一月マンサ清水です。KADOKAWA会長がですね、まあ、元会長ということになるのかな、辞任したという上で、起訴されて保釈請求ということで、本日ですね、これ13時ぐらいに撮ってるんですけども、まあ、今日の夕方、KADOKAWAが、まあ、発表をするというふうになっておりますが、五輪汚職、まあ、一つの大物ですよね。このKADOKAWAっていうのはね、でこのKADOKAWA次彦さん、本間さんもですね、KADOKAWA書店からですね、ブラックボランティアっていう、すごい素晴らしいですね、五輪批判記事を、ね、本を出してるわけですよ。そしたら、なんとですね、ブラックボランティアの出版元の会長がとっ捕まったというですね、まさにブラックジョークみたいなこの状況、ね、もうなんでこんなものに関わってしまったのか、KADOKAWA書店は、私は悲しいと。いうことで、本間さんと今日も話をしたいと思います。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブラックボランティア読んでなかったんだな、本間さんの。いや、もう絶対読んでね。絶対読んでないね。うん。多分、今月の新刊ですとか言ってさ、うん、ね、会長の机とかにさ、置いていくと思うのよ。うんで、ペラペラっとめくってて、東京五輪の、東京五輪、こいつ批判してる、ぽいってやったんだと思う。そんじゃりー。そうよ。絶対読んだね。うんうん。100% 読んだね。うん、ちょうどだって、この頃にそういう話してるわけじゃん。2017年。この本出した頃に喋ってるわけで。もう最も見たくないよね。東京五輪批判なんです。ちょっと新書の、まあ、部長ちょっと呼んでこようなんて、うん、ってわけにはさすがにいかないだろう。でもさ、最近気づいたんだけど、面白いよね。最高席、まあ、事実上の最高経営責任者だよね。嗣彦さんって。で、それが逮捕された。他にも社員2人逮捕された。で、しかも起訴された。普通の企業だったら、普通の企業って要するに、テレビ CM を流してる企業だったら、やめるよ。まあ、テレビ CM。そりゃそうだ。ところが、はい。KADOKAWAバンバンやってんですよ、テレビ CM。あ、そうなんだ。夜中のアニメタイム。ああ、それか。アニメタイムガンガンやってるよ、CM。もういいよ。そこはもう関係ないって割り切ってんだね。魔導王に謝れ。何のことだか分かんないと思いますけど、オーバーロードっていう、今、KADOKAWAが推してる作品、第4期のアニメが終わったところなんですけども。いや、あとだから、なんで俺がそれ知ってるかっていうと、あれですよ。アビスです。メイドインアビスな。メイドインアビス、ほら、BS テレかな ?BS テレやつとか、まあいや、どっちでもいいけど、それでやってたの。夜中に、1時から。で、いくつかの、スポンサーと一緒ので、KADOKAWAも入ってる。なんでかっていうと、KADOKAWAからビデオ出してるのかな。だから、もうKADOKAWAバンバン、KADOKAWAってバンバン名前が出ててさ、お、すげえな、これ。ね、例えば広告代理、もし例えば俺がKADOKAWA担当だったら、テレビ CM どうしますかって聞くよ。お宅の会長が逮捕されちゃったけど、このままテレビ CM、流し続けていいですかってやっぱり聞く。必ず聞く。これは別にKADOKAWAに限らず、どこの企業でもさ、だって、逮捕されちゃってるんだよ。そうね。普通は逮捕されて、まあ、さらに起訴されたわけだ。逮捕、起訴までされていて、それでいて、CM 流し続けるってなかなか根性ある。ちなみに、メイドインアビスの、配給が、KADOKAWAアニメーションですね。だからってね、もうバンバン出しててさ、まあ、これ、テレビ局側からすると、じゃあ、CM を流すのはやめて、全部降りるとかって言われたら大変なことになるわけよ。まあそうね、穴が開いちゃうからね。穴が開いちゃうからね。だからこういうそういう場合は自主都合、つまりメイドインアビスのスポンサーはしますよって言った時から、うん、全部それをやるっていう義務が生じるわけかとか、でもやっぱりちょっとうち会長が逮捕されちゃったんでやっぱりやめますと。やめますって言っても契約自体をやめるんじゃなくて、放送するのをやめます、その分のお金は払います、テレビ局、そういうのが一般的なのよ、普通は。じゃないとさ、一方的に撤退されちゃったら困るわけじゃない。困るね。だから俺普通の場合はこういう事案だから、まあ普通はテレビ CM やめる。だけどやめないんだよ。全然やめてないんだよね。いやいい根性してるなっていうか、なのかな、真夜中のアニメ見てるようなやつら、つぶりこの逮捕なんかどうでも関係ないと思うだろうと。あ、今カチンときたカチンときたいやだから例えばの話だよ。カチンときたわ今おい、ちょっとアニメバカにしたらちょっとわし黙ってませんよいやいやだから違うKADOKAWAがそう考えてんじゃないのっつう。っていうか一番ダメなのはそういうふうな視点をもたらしたつぐひこだろ。でもまあちなみにつぐひこさんまだ無罪を主張されております。ここに至ってもまだ無罪だって。お前さんが OK 出さなかったじゃあその部下が全部勝手にやったのかよってことでしょ。なんとこの室長真庭さん、私が全部やりましたって専務、会長、室長、これ3人と捕まってるんだけども、現時点で罪を認めているのはこの室長だけなんですよ。だよね。室長がいや会長や専務とは共謀してません、わしが全部やりました。え、そんな親分守るんですかっていうか、すごい、そんな根性あるの。ちょっと刑務所から出てきたら俺雇うよそれだったらいやその前にKADOKAWAがあれで待ってるから。あ、待ってる。ちゃんと、はい、これ「森尾の兄貴お疲れ様でした」っつってこうやって待ってるKADOKAWAの人事部が待ってる。まあ待ってなかったら、いや、本当にこの人が一人でやったんだってことになっちゃうけどね。ってそんなことありえないでしょって、通感がどう考えても。だから、じゃあまだちょっと隠されてる話があって、別にKADOKAWAから金を払ったと、高橋さんに。そしてその高橋からのキックバックをこの室長ももらってたとかね、例えばそこまでの深い話がまだあるっていうのはさ、まあそうね、だけどあったらもう出てると思うよ。だってこの真庭恭司さんっていうのかな、KADOKAWAの元担当室長、この人どういうふうにしてたかっていうとですね、まず東京五輪のこの経理処理、お金どうしたらいいんだと。ね、お金いっぱいグレーな金なんだ、どうしたらいいっていうふうにですね、経理に相談してるんですよ。うっかりさんですよね、どう考えてもうっかりさんですよこれで。挙句の果てに弁護士に「これ賄賂だと思うんだけどやっぱり賄賂かな」っていうふうにメールで聞いて「いや賄賂になるでしょ」って言われてうっかりさんですよ。本当に悪いことする意識があったらまず弁護士に相談してはいけません。するんだったらメールじゃダメです。で次に経理に相談とかしちゃダメでしょ。それは何々組とかのね、税務顧問とかやってる人に「ちょっとすいませんお金払うんで相談してもいいですか」って言って口頭で聞いてやるんだといいけど、このうっかりさんがですね、親分のためだったらわしは罪全部かぶるんですけみたいな。いやとても見えないでしょ。なんでだからちょっとさ、このつぶひこちゃんのさ、うん、わしゃ知らんっていうのさ、うんうん、どうなのっていうね、うん、でさっきのテレビ CM の話に戻ると、うん、一体このテレビ CM 続行の決断下してるのって誰なんだろうな、うん、ああなるほど、夏野なのかなーってね。ああ、夏野でしょう。ねえ。うん。で、じゃあ夏野はなぜそう考えるのか。それは CM を流しても、KADOKAWAのブランドをこれ以上毀損することないだろうっていう判断だよね。うん。メイドインアビスなぁ。メイドインアビスだけじゃないよ。だから、うん、もちろんもちろんそうだけど。ごめん、だからつまり、夜中にさ、うんよくやってるアニメタイムあるでしょ、うん、BS の、うん、だからアビスだけではなくて他の時間帯でもKADOKAWA CM 続行してるよ。ああメイドインアビスな、これキャラクターデザインの木瀬和也さんっていう人がいるんですけど、この人すごい天才アニメーターでゴーストインザセルとかも携わってる人なんですよ。で私プロダクション IG に勤めた時に話できて感動しましたもん。これが木瀬さんだーってっていうぐらいの、もうだからもうそういういろんな俺の夢とか希望も踏みにじりやがって、そんで当然深夜アニメ見てるよねってこれだからダメなんだって思われるよ。もうだから思われちゃうでしょ。だからよくないと俺は思うよ。いやよくねえよ。だからああもう腹立ってきた、またもうせっかく先落ち着いたのにKADOKAWA勝組こんなことよし分かった、もうこれはねあれだ、もうやっぱ全部マニアがやったんだよ。マニアがこいつが、全部やったんだ。やったんだ。こいつがやったの。こいつがやったの。で、KADOKAWAさん騙されてたんだよ、つぐひこ。もう全部騙された。そうか。うん、結構つぐひこちゃんっておまぬけさんなんだね。だから、責任を取って、つぐひこは辞任したじゃないですか。罪は認めてないけども、確かにこういうようなことを起こした。ね、私は本当にちゃんと謝りたいと思う。責任を取る。ね、でも、俺は無罪だ。ね。このマニアってやつが全部悪かったんだよ。おお、まあ。えらいこったな、じゃあ、このマニア。いや、どう見ても、このマニアさんが、どう見ても、そういうたまには見えんのだが。マニアさんがさ、なんか、いや、それをやることによって、個人的にね、個人的に何か儲かるとかさ。うんさっきも言ったけどさ、キックバックがあったとかさ、うん、何か具体的ななんか金のボールもらったとかさ、金のボール、それはワールドカップの話だけど、うん、だいぶ話がなんかもらう、うん、自分の懐に何か入れてたっていうんなら話はちょっと違うよ、うん、でもそうじゃなかったとしたら、うん、なんで自分が全て被る必要があるの、うん、あれなのこれをやれば、我慢して長野に行ってくれや。いや、わかんないから、普通の人捕まったら長野刑務所に行くって知らないから。冬は寒いけど、ちゃんと会いに来るかいなっていうふうにこう言って。で、終わったら、マニュアの兄貴、お疲れ様ですって、そういう会社じゃないよね、KADOKAWA。そしてどうそういう会社を目指してるの、もしかして。いやちょっとこのご時世にだから変なんだよこれは。でもね毎日新聞の報道によると、これタイトルはKADOKAWA会長辞任以降も無実主張で、これなんでなのかっていうと、これはですね会長は部下から報告を受けていない、同じ起訴内容についての吉原専務も元専務も否認、馬庭元室長は自身の贈賄罪は認めつつも会長との共謀は否定していると。だけど特捜部はこの室長が、同僚社員が送金のリスクを会長に説明したと供述したことからKADOKAWA会長の賄賂性を認識を立証できる。まあだから馬庭さんも全否定なんですよ。だからこの人は今俺が一人で全部やったんだ専務も関係ない。つぐひこ会長なんか持ってのほかだって言ってるんだけど、他の社員が、いや、マニアさん会長に説明してたよ、俺見たけどっていうふうに、まあ、言ってるから、嗣彦もいけるだろうと。だって普通はさ、やっぱりさ、説明するでしょ、うん、っていうか、え、じゃあ説明なしでよ、いや、この度うちオリンピックのスポンサーになりました、3.8 億円で入ることができました、うん、説明それだけで、ああよかったなーって、それで終わっちゃうのそんな簡単な話じゃねえだろ。しかも講談社となんかね、あってもいるしね、講談社とセットで、うん、森喜朗と高橋に合ってるんですよね。合ってるよね。でそれもなんかわかんないけど、俺も偉くなったもんだな、うん、講談社の社長とセットで元総理と合ってるんだ、なんでだろう。あ、講談社断ってんだ、なんかよくわかんないね。でもKADOKAWAは講談社に一緒にやろうよって、うん、で何だったら一緒にやってくれるんだったらちょっとお金渡すからさ、一人で行くの怖いからやろうよまで報道されてるんだよ。で講談社はそれ、俺、うちらは断ったって認めてんだよ。それら全て、つまり森喜朗のセッティング、高橋治之のセッティング、講談社のセッティング、KADOKAWA嗣彦のセッティング、全部このマニアの兄貴が一人でやったんです。すごい仕事できるんですよ。無理でしょそれは。そんな話がどこで通るの。でそしてマニアさんはKADOKAWAの会長も騙して、講談社の社長も騙そうとして、高橋治之もある意味騙そうとして、森喜朗も騙そうとして、これでどこからお金が還流してゲッヘッヘッヘッって。で確かにマニアさんの家見たら、最近ね5億円の豪邸建てはってね、どう羽振りよかったわとか、六本木で豪遊してたとかっていうニュースがないと整合性取れないんだよ。取れないでしょ。でそんなもん検察はさ、銀行口座全部チェックしてるんだから、こいつが もらってねえなってなってるから。だからさ、うん、いやマニアはね、もしかしたらその忠誠心からさ、うん、最後に残った忠誠心で、うん、嗣彦さんを守ってるのかもしれないが、だがそれに便乗して嗣彦はさ、あいつが全部やったんだよつって言うのはちょっとどうなのっていうね。つまり、俺が言いたいのは、彼が「いや俺は知らない、俺は知らない」って言い続けるってことは、そのマニュアさんに全ての責任をかぶせってるっていうことになるわけじゃん。だっていや自分が否定してすれば、全てこの事件はなかったことになるっていうなら話はちょっと変わってくる、うん、そうじゃなくって、この案件はもうやっちまってるわけだよ、うん、でその金も払われてるわけだ、うん、でそれを嗣彦は「いや俺はその金の流れも何も知らんのだ」と言うっていうのはさいくらなんでも無理があるだろっていうさ。まあ、あとはあれか、最後の口頭戦術だな。ああ、俺はもう昨日食った昼飯も覚えとらんわっていう、もうそれもうボケが入ったってやつよ。あ、森合ってない合ってないっていうさ、恐怖の口頭戦術に出てるのかもしれないボケた。そうなのかな、うん、で今保釈請求受けているけども、まあ、今日決まるんですよね。で多分保釈されるとは思うんだけど、弁護士も持病プラス認知症っていうふうにこう言うので、認知症にかかってるけど自分は無罪だってことは忘れないはあ、どうしてこんなことをしてしまったのか。やっぱりだからまあやっぱり五輪が日本に来ると、うん、で結局ほら嗣彦さんぐらいの年齢であれば前のオリンピックも知っていると。でそこにまあそのあれも利益も当然ながら考えるけれども、やっぱりオリンピックに噛んでおきたいと。オリンピックの出版物を手掛けたのは、音羽でもなく、小学館でもなく、集英社でもなく、KADOKAWA、ザ・KADOKAWAだったんだって、歴史に名をとどめたいっていうのはやっぱあったんだと思う。まあ歴史に名を残りましたけどね、これで。残っちゃったけど。アニメ、ゲーム、漫画ファンのすべての夢を裏切り、本間さんが今揶揄したように、深夜アニメ見てるようなやつなんてっていう人たちが増えたでしょ。ああ、許すさん。ああ、いや、俺がそう思ってんじゃなくて、そう思われちゃう。いや、私は嗣彦に対して許さん。まあでも無実は主張してるらしいが。ああ、まあじゃあ100歩譲ってさ、まあ100歩じゃねえな。1万歩ぐらい譲って知らなかったとしましょうよ。知らなかったと。知らんかったやんと。でもそしたらさ、お前経営責任者としてどうなんだって別の責任があるよね、やっぱ。まあだからやめたんですよ。そこは筋通ってるんですよね。だけど次に問題になるのは、いや本当に関わってないのっていうところがね、まあ問題になってくるんでしょうね。まあ私本当にマニアさんに全部引っかぶせるんだったら、まず大事なのはですね、マニアさん、奥さんいらっしゃるのかどうか知りませんけども、ご家族、ご親族の人たちにですね、まず謝りに行って、ね、で、大丈夫だと。マニアさんね、に関しては、すごく頑張ってくれたから、ね、今こうやって起訴されている状況だけども、きちんとお金は払いますよと。ね、これは感謝の気持ちなんですっていうふうに言って、親族の人たちを抱き込まないとダメですよ。ね、そうじゃないとそこから漏れますからね。ごめんのそんなの。いやでもお金払っとかないとダメじゃないですか。まあ、ここでケチると問題だよ。でちゃんとそれでマニアさんが緻密守る、会いに行って「KADOKAWAは君の家族のことも守ってくれているよ」っていうふうにちゃんと説明して「親分ありがとうございます」っていうふうに言って。で長野刑務所から出てきた時に「マジはどれ今日お疲れ様です」っていうふうにそこまでケアしなかったら、これは下っ端に罪なすりつかれることはできないんだよ。そこまでちゃんとやるかKADOKAWA。そういう会社だった。そういう会社だったっけって本当に。待ってこれが電通だっつんならまだわかるけどさ。KADOKAWAそういう。何任教堂で任教堂だった。任教出版だった。違うじゃないの。この時代に。社名変えるか任教堂出版。KADOKAWA組。株式会社KADOKAWA組。大林組とか、そういうあるじゃないですか、そういう出版社。あ、違う、建設会社。ね。なんで、KADOKAWA組。そうなの？うん。うん、悪くない。メイドインアビスは株式会社KADOKAWA組の提供でお送りいたします。もうやだもう本当に。でそしてオリンピックね、グッズにですね、サンアローっていうところがぬいぐるみね、これ賄賂関連してるってなっちゃったじゃないですか。ね。これですね。皆さん、五輪公式グッズにですね、バンダイからのですね、ガンダムとかもあるんですよ。ちょっと勘弁してほしいんだけど。もうみんなね、みんな乗っかっちゃってさ、やめとけっつってんのにやっぱり乗っかっちゃってと。で、やっぱり今、スポンサーので、オリンピックスポンサーになった企業の、その担当者たちってみんなさ、うちはいや全然関係なかったとしても、関係なかったとしてもさ、あいつらあれなんか高橋と組んでなんかステーキでも食ってたんじゃねえだろうかとかさ、やっぱり言われるじゃない、そういうこと。あとちょっとうちは大丈夫なんだろうなって疑念を上から持たれるとかさ、少なくともいい印象にならない。そういう、それこそまさに負の遺産ってやつだからさ、他の全く白の潔白のスポンサーにも実は迷惑をめちゃくちゃかけてるっていう、まあそんな自覚ないと思うけどね、高橋さんとか電通にはさ、そういう自覚がないからこそああいうことができるわけなんだけど、まあでも実際はそういうことだよね、他の企業、全く真っ白で何にも関係なくてスポンサーに何十億も金出して、であげくの後にオリンピック今こんな状況になっちゃって、オリンピックのスポンサーってみんななんか後ろで金やり取りしてたんじゃねえかという、やっぱりそういうふうに言う人必ず出てくる。本当何のためにスポンサーやってるのかさっぱりわからんみたいなね。ということになれば今まだ札幌五輪やるとかってまだバカが言ってるけど、じゃあね、これから札幌五輪のスポンサーになりたいなんて手を挙げる企業が出てくるかって普通ね。あるはずがないよね、結局ね。まあもしそれでさ、例えばどっかの会社がやると、でもその会社が上場企業だと、もうそしたら絶対株主総会とかって叩かれるからね、なんでこんなイメージの悪いことやるんだみたいな、いいはず、本当になんかそういう意味ではいろんなとこに迷惑をかけまくっている、まあ鈴井子さんはまあその責任を取ったけどさ、あれでも青木って会長辞めたんだ。青木はもともと辞めてます。そろそろ来るなっていうことが分かってる。そっか辞めてるんだ。そうなると次の来週のクビチョンパさんはっていうことで、まあもう言うても水曜日になっちゃったよ。おい検察何してんだとね、これはやっぱりちゃんと言わなければダメなわけですよ。いつになったら逮捕者が出るんかね、本当に。 JOC 武田はいつだと、森喜朗はいつだと思ってますよ。まあでも一応ね別に俺が警察擁護する必要ないんだけど、一応警察は着々と進めてるよ。進めてはいるんだ。進めてる。まあちょっとこうほらね、我々の目から見てアクロバットなあれが最近ちょっとない。もうちょっとこうね頑張ってるのはわかる。でもね、そういう地味なちゃんと進んでるから保釈請求とか起訴認めたとか進んでるんだけどもね、この昨今ね。いい話がない、民衆はね物価高で飢えておる、こういう時にですね求めているのがこの血の祭典でございますから、大変ってこう自業自得だよ。それはそれで政府も含めて自民党も含めて東京五輪を進めた人も含めてね。まあちゅうわけで今日は本間さんとね、ブラックボランティアをKADOKAWA書店から出された本間さんとKADOKAWAの逮捕ね、そして起訴保釈、この辺りについて話をしましたが、マニワの兄貴全部自分に一人でやってんだらマジすげえ人だよ、ないだろうとは思うんですけど、今のところKADOKAWAさんは無実を主張されております。はい、というわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしく。それではとりあえず千曲から出ている東京五輪の滞在ね、そっちをブラックモノって今出さなくてそっちっていうことで、それでは。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応してます。よろしく、今日も読書。それでは。